じゃじゃーん、昆虫展に来てまーす。私は昆虫食が大好きなんですけど、昆虫食の好きの私としてももうたまらない音がしてますね。すでに会場はイエーイ、サソリいただきまーす。カニ味噌みたいな高級な味がします。ゴキブリが本当に可愛いです。井上さくらです。どうしようか、どこから行きますかね。これ風味がとっても自然です。サクサク感がいいですね、サクサク感がナッツっぽい感じです。よし、行くぞー。おーすごい、でかっ。うわーすごい、見てくださいこれ、でかい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 。ミンミンゼミの45倍模型、でかっ。すごい、こんなでかいミン、うわ、こっちまで見れるの。うわー、あ、こうなってるんだ。ほら、もう入らない。うわー、美味しそうだな。もうこの時期に なるともうセミの鳴き声がたまらなく美味しく感じるんですよ。セミってすごいナッツみたいな味がするんですけど。どうやって調理するんだろうな。あの石窯とかでゆっくり焼きたいですサムゲタンみたいにお腹になんかいろいろ詰めてオーブン焼きで食べたいです。うわー、なんかちょっと怖いかも。ほら、こんな近くでこんなでかいと怖いかもしれない。びっくりした。日本ミツバチですって。あ、すごい、ほら鏡になってますよこれ。ここまでよくわかりますね。うわー、皆さん日本ミツバチは食べたことありますか。日本ミツバチはないですね。幼虫はしゃぶしゃぶ。蜂は、私はなんかすごい匂いは華やかな匂いがすると思ってて、で幼虫は白子みたいな感じですかね。プリッとしてて美味しいです。だからしゃぶしゃぶが一番美味しいんですよ。ここすごいですよ、ほら全部標本。ほら、ここ今標本の真ん中に立ってます。両面標本です。こっちもこっちも標本。すごい、いっぱいありますね。これ全部虫なんだ。いやー、ちょっとこれは圧倒されるな。感動しちゃいますね。こうやって標本にすることによって環境の移り変わりを知れるってことなのか。わー、また、あ、これは何これ、何これ、何これ、うわー、めちゃくちゃ綺麗ですねこれ。うわーんって大きくなってる。うわー、あ、これカブトムシ。うわー、でっか。あ、これとかは見たことあるけど、あ、これ、これ相川翔さんが持ってたやつだ。食べたいなって思いながら見てました。なにこれ、なにこれ、なにこれ、カマキリの標本。ほら、こっち向いてる。こんな形で標本になるんだカマキリって。へえ、面白い。わあ、クマゼミ美味しいんだよな。でもこんなでかかったっけクマゼミって。ここにいる虫はほぼ全部食べたことありますね。特にカミキリムシなんてめちゃくちゃ美味しいですからね。本当に一番好きな昆虫食ですね私。カミキリムシの幼虫は本当マグロのトロの味するんですよ。こんくらいの大きさするあるんですけど、太さもこの親指ぐらいのとかもいて、もう本当にもう絶品ですね。あの照り焼きとかめちゃくちゃ美味しいですよ。あ、これカミキリムシ。あ、太カマキリでしょ。うわー、こんなカミキリムシって種類いるんですね。
これ全部食べてみたいな一回。うわいいな。カミキリムシっていうだけでちょっともうお腹すきますもんね。あ、お、え、 G の部屋。うわっ、ゴキブリ。あ、ゴキブリだって。ゴキブリ、うわー、ゴキブリ。うわうわうわ、すげえ、すごいいっぱいいる。うちで飼ってるやつこれです。マダガスカルゴキブリ、これかっこいいんですよ。マダゴキ、このマダガスカルゴキブリのグラタンなんて最高に美味しいですよ。あのフルーツゴキブリとも言われていて、うちではですね、かつお節とかたまにフルーツあげたりとかしてちょっと風味を良くして食べてますね。ハテナゴキブリ？何それ、なんだこの模様、何これ。ハテナってことか、これ。ほら背中がハテナになってるのか。え、かわいい、これいいね、これ買いたいな。これ見た目がすごいかわいいからプリンとかにしたいですね。プリンをベースで作ってその上に飾りとしてこう埋め込みたいですね。うわ、え、これ生きてる。ほら、生きてる。クロオオアリの巣。え、こうなってんの？これ本当に？え、すごくないですかこれ。アリは食べてない。え、アリ食べますよ。アリなんてもういたらパクって食べますからね。最近あれなんですよ。露天風呂とか行った時に、露天風呂のこのここにアリとかがいると、パクって食べちゃうんですよ。あれはですね、でも本当にフリーズドライのもちゃんと売ってるんですけど、ちょっと酸っぱくて、ギ酸っていう成分でちょっと酸っぱくて、あのベリーみたいな味がして美味しいですよ。じゃじゃーん、見てください、こちらグッズコーナーにやってきました。いやー、これもすごい面白そう。わー、おー、すごい、昆虫のT シャツだったりとか、何これ、虫かご、あ、お菓子だ。あ、コオロギおつまみせんべいですって。あ、美味しそう。え、コオロギ食べ比べきっと、あ、これ楽しそう。へえ、ちょっとこれ詳しく紹介したいです。この辺わ、グッズもちょっと面白すぎる、もりもりです、グッズも。え、今日は特別展、昆虫をじっくり堪能させていただいたんですが、もう大興奮でしたね。もうすごい細かく見たんですけど、あと5周ぐらいしたいぐらいに、もう楽しかったです。もうこの昆虫展に来るだけで、生態だったり、いろんな知識もつくと思います。ぜひこの夏休みに皆さん行ってみてください。